おはようございます。おはようございます。はい、ちょっと遅れちゃったね、ごめんなさい。今日は世代交代前夜公演があるので、昼夜公演ですね、があるので、早くからやります。ねえ、あかりんさん結婚しはったね。びっくりした。昨日ね、TikTok 撮ろうと思ってさ、音源探してたらさ、金子さんのあの投稿見つけてさ、って思った。マジでびっくりした。よし、今日は今日はレニアの生誕祭か。そう、昼夜ね、また出れるから嬉しい。最近ね、結構自分で出れてるから。目痛い。やばい、今日はなんか喉が調子悪いかも。治さないと本番までに。まあいいや、頑張ろう。昔昔あかりにから肩叩きしてもらった。おー、すごい、いいな。いいな、やばい。波も穏やかにしてもらいたかったけど、波が好きになったのはあのもうね、コロナが始まってたから、もう握手会自体がもうなくなってて、リアルお話し会やったからさ、あったのが、これで話すだけ。昼公演で最高だから10回。そう、今日は昼公演で世代交代が50回目ですね。全公演での50回はもう達成でか、公演はもう50回出演したんですけど、世代交代は今日で50回です。1周年もね、たったしね、世代交代。今お願いしたら普通に若いのとかと話してくれるしてくれるです。はい、してくれてます。引き寄せ肩たたき、あ、そっかそっか、昔はね、お見送り会の時とかやったもんね。聞いたことある。
バ50回は分からへん、どんぐらいいたか覚えてない。もうユニバ昼で達成です。うん、そんぐらい行ってると思うで。50回以上多分行ってると思う。うん、だって世代交代は1年で50回だったけど、ユニバはもう13年生きて何回行ってるかやから、もう結構行ってると思う。ユミさんが22歳から体力がググッと落ちると言ってましたが、人によるでしょ。確かに。でもユミさん、でもね、ユミさんが世代交代出てくださった時にダンスすごくて、あのめちゃくちゃ最後まで決めてたけど、めちゃくちゃしんどいって言ってました。世代交代びっくりした。なんかユミさんさすが、なんかしんどいってさ思わせないプロだなって思った。ずっともう疲れてるよね、見えなかったから。一緒にバタービール飲もうな、飲もうな。美味しかったよめっちゃ。バタービールほんま美味しいよな。昨日アミとさ、あれが何味なんかさ頑張って探してたのさ。そうだ、下の炭酸の方を何味かなーって、上のクリームは公式が味を発表してるんですよ。何々味ですっていう連パス持ってるよ。最近更新しました、切れたから。ユニバルの間にね買っとったら結構いいし。市販は紙ね、市販は紙毛がついてる、ごまの毛、あ豆か。けどだから、じゃあね、じゃあね。そう、もう大人料金やねん、もう中学生やから。でも大人料金の方がお得に感じる。なんか大人料金って、あ、そう、子供料金の方は3回ぐらい行かないと年パスって元取れないんですよ。でも大人料金の方は2回行ったら元取れるんですね、年パスって。だからなんか大人の方は高いけどお得やなと思って。メンバーだと大体一番言ってますか、メンバーアミタンかな、うん、てかメンバーと2回しか行ったことないけど2回ともアミタン。そう、友達と行くことが多いな。でももう大人料金、なんで中学生で大人料金なんやろな。あのユニバだけじゃなくてさ、結構いろんなこと中学生になったらさ大人料金になるやんか。それが不思議。フレングダイナー楽しかった、楽しかった、うん楽しかったけど怖かった。めっちゃ目つぶってたし、てか常に目つぶってた。1回目はほんまに目つぶってたねんけど、なんかさ心臓がさふわってなるとこが嫌いなんやんか。なんか
心臓がふわってなるとか嫌いやねん。なるジェットコースター嫌いでさ、フラダイはあんまりならんかってふわっとは。でも、まあ、時々なるぐらいやったけど、そうなんかもう常に目をつぶって落ちてないと思ってた。そんなもったいないと言われても怖いねんから無理や。目つぶったら楽しくちゃ。でも1回目乗って目最初落ちるときに目つぶるタイミングをつかんで、ほんで2回目も乗ってなんかあの一番落ちる2回目乗ったときに一番落ちるところはもう絶対目閉じるって決めて、で閉じてあのもうさシューって一番最初に下がるところがめっちゃ怖いから、そこは目閉じて、でそこ以外はなんかちょくちょく開けたりした。そうでなんかさフラダイ2回ぐらいさ心臓ふわってする場所があってさ、なんかでも目つぶってるからどこかわからんよね。なんか最初は一番最初のあの真っ逆さまに落ちてくやつ、頭下でゴーって落ちてくねんけど、最初はなそこと、あとはなんかフライダイって回るやんかこう。だからそのあの何上向きながらずっと進んでる時が怖かった。分からん、上向き覚えてない。あのソウルタイプのねあれもソウルタイプのジェットコースターもこっち系が無理やねんな。この下に降りる系こういうちょっと斜めで降りるタイプは全然怖くなくて正しいねやんか。だから雨はあのなにだからあのあそうハリーポッターのどこやハリーポッターのジェットコースターが行ける。あとは今はなくなっちゃったけどユニバーサルワンダーランドのスヌーピーのとこ、目をつぶってれば楽しいならそれ。そう目をつぶってないと楽しまれへんねん、もう怖すぎて。なんかどちらかというと高いのが怖い。最初はな、最初めっちゃ上がってくよさ。フラダイってさこうやからさめっちゃ見えねんか下が、だからそれが怖い。もう何高いところにおるってのが怖いね。だから目つぶるか下の人に手振るかで気をごまか気を紛らわしてやってる。でかもうこあの何先頭の方を見るか前の人のを見るか。フラダイは首めっちゃ痛くなる。あの踏まぶなんか風に体がついていかへんくて、なんか振り回されてる体が、よっからえ USJ パークに出るのもライブしたか、多分ユニバルの時よな。何年2年3年あそう4年ぐらい前やったっけな、忘れたけど多分それ愛ちゃん飛行機乗ってふわっとしたことえないかも。え覚えてない、寝てたあなた飛行機だから覚えてないか。
乗ったことはあるけど2回ぐらい。1回目はめちゃくちゃ前、めちゃくちゃちびっこん時やってん。普通に高速車の、いやなんか普通に行けんねん別に、マンションの高速買いすぎたら無理やけど、なんか9階とかなら行けるまだ。まあマンションによるけどな、マジ、まあ普通のマンション、うん、基準が分からへん。なんかあれやな、なんか風呂代は高いから怖いっていうのプラス、そのもうすぐ落ちるっていうのが、あのさ、ジェットコースターのさ上がるとこが一番怖いねん。なんか そこがゆっくりで怖いねん。それプラス高いのが下丸見えっていうのが多分あって、北海道行ってる、そう行ってるから行ったことあるけど、それも言うて4年前やから。マジで寒かった。楽しかったけど寒かった。そう上がる時が怖いね、なんかもうすぐ落ちちゃう、もうすぐ落ちちゃう、無理みたいな怖さ。アミが好きなジェットコースター以外は、どうしようどうしようみたいな、え怖い怖い、絶対この最初のとこ怖いやん。長島とか行かないよ私は。乗れるやつないもん絶対。富士急やったっけ、富士急とか行ったとしてもさ、絶対ずっとメリーゴーランド乗って富士急のさ、なんかアトラクション一覧みたいに出てきてさ、なんかめっちゃちっちゃいさトロッコのさ、めっちゃちっちゃいさ汽車のさあれもあった、かわいかった。ちっちゃいジェットコースター、うん、迷われるところの方が怖い。もう落ちてしまえば早いねん、もうすぐ一瞬。そうや、富士急はあれやな、めっちゃ怖いお化け屋敷あるな。でも黒いとこ無理やから無理や。生駒山頂遊園地は目が回るのが多くてなんとか、でも楽しそう。あーなんか、あーわかる。なんかさ最近さ、なんか暗証が無理なことが気づいてきた。なんか劇場におったらさ普通に暗いとこあるやんか、まあ、帰る時とかその公演の時、帰る時とか、あの劇場ステージのとこかめっちゃ暗いねやんか。それでまた学校とかでさいろいろやってる時にさ、それでなんかその何が理由か分からへんけど怖くてさ、なんか網とかやったらお化けが怖いから、お化けが出そうやから暗いとか無理とかあるやんか、やるねやんか。別にお化けは信じて、うん、なんなんやないこともないけど、あおるんやぐらいで。あのまだ会ったことがないし霊感感じひんから分からへんやん、もうおるなんかどこなんかおらんなんかもう。だから分からへんから、別にお化けが苦手とかないねんやんか、そういうなんかミステリー系のさ
テレビあるやんか、そういうお化け心霊現象みたいな、そういうの結構好きで見てやんか、闇だからあんまお化け怖くて暗いの嫌いとかないねんけど、シンプルに怖くて、一回ねマジであやみ今日大丈夫かなって思ったのがなんか理科室で なんか動画を見るってなったんですよ。で理科室のカーテンってね真っ黒なの、もう完全に遮光する真っ黒なカーテンで、それを全部閉められてマジで真っ暗、もう何も光がない状態やったから、ちょっとまあ見えはする、見えはすんねんけど、ほんまに真っ暗な状態やって、マジであやみはもう今日あやみこの後大丈夫かなって思うくらいの恐怖を感じた。今日大丈夫かなって、まあそういう時だけじゃないけど、人体模型なないねんあやみたちが使ってるクラ教室はないねんな、何個か理科室あるけど、準備室に置いてるっぽい、1年は使わんから。それはいいよグシャチータンバリンに来てやばでもチータみたいこきちゃう、その人に集まるとこに自然にねたまるらしいね、てんちゃんが言ってた、後ろのくみちゃんかわいいでしょこれ、よし、って見えちゃいけないものかもしれない、よしこれで撮る、が一番、え、それはわかる、前までは1年1組のクラスが一番落ち着いてたけど、え、今どこやろな、闇美術室や美術室と数学する教室、何組になったの、2年1組になったよ、うん、マジで今からグループとかほんまに組み直さなあかんの大変、全員と離れたからな、マジで5人組マジでやばい、どうしよう、もう1組は結構グループの一人になった子が集まっててだからもうすでにグループができてるとかなかったんやんか、だからまだ助かった、それはほんまに、悪くなって保健室行ったらか、身体測定中だったから保健室で休めたこと、あー今もある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 、うん、体育の時にさマジでずっこけてさそうで怪我して保健室行ったら身体測定中なうやったから、身体測定なうやったから校長室行って校長先生にやってもらう、
え、こいつ先生だけちゃうわ、違う先生にやってもらった。校長室のソファーがふっかふかでめっちゃ寝やす寝やすそうやった。めっちゃ前の話だけどな、これマジで。うん、遊びまくってたからな、走りまくってた、ちっちゃい、もう低学年だけどか、いや中学年やな、低学年はみんなで何か絵描いたりした。逆なんよな、なんか、え、これは普通なん、なんか低学年ってさめちゃくちゃ外で遊んで、ほんで高学年になったらあんまり遊ばんくなって外にいるイメージが多い、高いねんけど、あれ逆やねんな。包丁であげたことどうしたのかなことないよ。まあ確かにな、よくアニメとかで見るのはカツラ取らされるよな、校長先生。アニメは校長先生でも女の先生やったことある。女の先生の方が人気ある、怖くないから怖くないからみんないじれるから人気最近は女性管理職増えてる、確かにまあ学生とかやったらいろいろあるから、校長先生の話しながら今日って15分経ちましたでしょ、出たよ、出た出た、なんかバグって2回ぐらい出てたけど、長いよね、わかる。でさ、今の校長先生話し方と声がさすっごい落ち着くんやんか、やからさめっちゃ眠たくなるけど頑張っても目が目開きして起きてる校長先生なんか暇そうこら、女の校長先生も話長いで、でも小学校の一番新しい校長先生はめっちゃ短かった、えーと思ったこれで終わり、よき必要なことを言うだけやったからさ、まあちょっとその自分の例にかけたりするけどそれもすぐ終わるし、いや、いつも見てもう可愛すぎるよね高校卒業してるの。でまやみさ高校卒業しても NNB さやってるからさ無理かもごめんね、校長先生、校長先生にこもって何してるか分からない。え、でもあみの男の校長先生は授業とか見学しに来てるよ、いろんなとこ回ってる、あとはなんか校長先生が猫さん担任が近ぼよになってる体育ダンスが警察に楽しそう、マジで体育ダンスしかさせらなさそうやな体育の時間ずっとダンス、まあ、それはそれでいいけど
ダメな校長先生は、ま、ミャンマー割りに行ってなんか写真とか授業態度の写真撮ったり、なんかいろいろ制作したりしておる。でも確かに何してるか分からん。この寝癖が、ちゃんが校長先生だな。そうそうそう、もうやべ、校則いろいろ変えまくるで。スカートの長さなし、規制決まりなし、何がある。あ、カーディガンとかの色自由。制服の上からトレーナー OK。 そう、あんまりやばい学校にならへん程度の校則をいじりまくる。じゃあね、常識の、これは常識やろって思う校則は変えないけど、スカートとかさ、もうなんであるんやろってずっと思ってんねんの。さあもう遠足のやつも自由自由、それは担任の先生やな、担任の先生が決めることやから、まどうぞって感じ。それはスカートの長さの決まりがさ、よく分からんからさ、あ、でもアニメぐらい短くしたいよ。歩きにくいな、もう。普通なんかさ、長かったらな、なんかさめっちゃ変なとこにスカートの裾当たってさ、もうほんまに。はい、こんななんやかんや言いながらちゃんと伸ばしてるよ。もうウエスト合わへんから一個だけ折ってる。そう、なんか長さ合わせたらウエスト合わへんくて、ウエスト合わせたら長さ短くなったからさ、なんかさ、どうすればいいんやろみたいな感じだから、それは先生に言って、先生に言って、なんか一個だけ、あの、うん、あの、何、ウエストがぴったりな分ならいいよって言ってもらったから。さあ、夢のさ、一番さ、高学年で嬉しいことはさ、担任の先生がさ、時間、あ、でも大丈夫、全然大丈夫。担任の先生がさ、2年、あ、1年の時に違うクラスだけど、あの、担任の先生してた人やねんやんか。やから、あやみのこの活動のことも結構知ってくれてるから、言わなくていいのがすごく楽です。はい。マジで美術の先生、美術の先生マジで毎日褒めてくれる、嬉しい、大好き。美術な、なんかそう、結構美術の先生だけどな、結構美術おらん、なんかそう、なんか美術の時にやってたり、ん、あ、そう、美術の時になんかすごいよねっていう言われてくれるの、先生が。新しいクラスって美術の活動、うん、あの、あやみの学年みんな知ってるよ。ちなみに知らん間に広まってくれんな、怖い怖い。え、
ね、絶対招待する。去年さ、招待行かせてやみたいな言われとったけどさ、なんかさ急に言われんねん、やんか、その入れますよみたいな、それを連絡する、なんか先生だってさ予定があるからさ、なんか開けるとか難しいやんか、だからさ何かによって招待できへんかってな。だから今回は絶対する。それは同級生にアイドルいたら話題にならないわけから、そんな話題にならんかったけどな、うん広まって終わりそう、小学校の時はめっちゃなったわ。やってんのみたいな。中学校だったらさ知らん間に広まってるからさ、あなんかね謎にね中学校の他人の中1の他人の先生は来られへんかったけど、小6の他人の先生は来てくれた生誕祭の日にマジでおもろい。生誕祭はほんまに恥ずかそう、生誕祭に来てくださった方は知ってると思うねんけど、そのね、なんか友達が2人来てくれて、あそう今も仲いい離れちゃった子、もともと3人組やったその2人が来てくれてんやんか、その奥にいたあみさし分からなくてさ気づかんかってん、でも言われてめっちゃ一目やったからさ暗くて分からへんねん。でも見送り会も多分やる前に帰ったっぽくて、だからマジで最後まで気づかなかったよ一期のメンバーの担任さんおとともでした。むずいむずい、一期生のメンバーの担任がおとともああそういうことか、 OK 感想聞けてない、会ってないな、まだ会いに行こうかな小学校。まだおんのかな、まだおるかさすがに、学校ちゃうからな、もう一応あの日にとか、そう先生、校長先生校長先生知ってんのかなってか、でも先生とかも多分握手会のこととか分からんと思う、そこまで言ってないから。握手会とかあんのとか聞かれたりしたよ、 あるって言ったけど、すごいな、でもうん終わりそろそろ終わろうかな、準備とかしなかし、え見た先生が受験、あのあやばい、年齢そもそもそんな先生になれる年齢やったら NNB 受けれへんくね、あれから来てますなんかさ、そのさ前、ね、ほぼ毎日さ会えるさ先生にさ、なんかわざわざさなんかお金払わせたりさ CD なんか買わせてまでさ来てっていうのなんかあれやんなってでも皆さんは皆さんが来てくださるのはほんまに嬉しい。普段ね全然会えへんし、劇場とかでもあんま喋られへんからね、オンライン話し会とかでも皆さんと一対一で話せるのは普通に嬉しい。
よし、誕生日も公演の準備とかいろいろあるので終わります。13位ライブミントさん、ありがとうございます。12位マッチさん、ありがとうございます。11位デコマチビトさん、ありがとうございます。10位ピムロさん、ありがとうございます。9位ナルさん、ありがとうございます。8位高政さん、ありがとうございます。7位ジョーさん、ありがとうございます。6位かきひこさん、ありがとうございます。5位おでん屋さん、ありがとうございます。4位たつみ屋さん、ありがとうございます。3位プリンの絵文字の方、ありがとうございます。おいしそう。2位女子千代さん、ありがとうございます。そして1はロドリゲスさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。2回ファイト、ファイトです。ね、ロドリゲスさん1位、初めて、すごい、ありがとうございます。はい、ではありがとうございました。また昼夜公演よろしくお願いします。次のね配信はちょっとゲリラかな、公演前配信やから。でも多分夜前ぐらいやと思う、夜公演前から、まあ分からないですね。はい、あ、お仕事なの、日曜日頑張ってください。皆さん、私も頑張ります。頑張るから頑張って、はい、ゴリラじゃない、ゴリラじゃないゲリラ、ゲリラ。ね、最近てかゲリラの意味分かってなかったで、配信なんかエネルギーになるまで。ゲリラ豪雨って何か分かってなかった、一種のすごい雨なんかと思った。ゴリラゲイウやばい、あ逆ね、はい、ではありがとうございました。明日も、あ、明日もまあよろしくお願いしますね。まあ今日の後で、後の配信と今夜もよろしくお願いします。はい、ではゴリラ降ってくんの怖っ、待って、大丈夫重くない、明日から学校、そう明日から学校やけど、まあいつも通り7時からですね。はい、ではありがとうございました。バイバーイ。そう待ってました新学期を、うん、新学年。